僕山ヤギ、新しいもの面白いもの大好き。みんなに僕が見つけてきたワクワクするものを紹介するよ。山ヤギの何これコレクション、今日来たのはこちら。イオンシネマ新リフへようこそ。今日はおすすめの映画大怪獣の後始末を紹介するよ。何？人類を恐怖のどん底に陥れた大怪獣が突然死んだ。その死体から発生するガスにより未曾有の危機が迫っていた。漫画や映画で大怪獣が現れてヒーローが倒してくれる、そんな話聞いたことあるよね。この映画はその倒した怪獣をどう始末するかを描いた作品なんだよ。面白そう。映画を彩る豪華キャストも魅力なんだよ。死んだ怪獣の処理を命じられた主人公の小日向新役を山田涼介さんが、環境大臣秘書で新たの元恋人天音雪の役を土屋太鳳さんがそれぞれ熱演。他にも小田切丈さんや西田敏行さんなど豪華キャストが集結。最高。邦画史上最大級のサイズを誇る大怪獣をどう後始末するのか、前代未聞の緊急事態に立ち向かう人々を描いた空想特撮エンターテインメント。2月4日から公開される本作品、ぜひイオンシネマ新リフの大きいスクリーンで大怪獣の迫力をお楽しみください。レッツゴー。なるほど、今日分かったことは大怪獬の後始末、2月4日公開。何これコレクション認定。次は何かな。